私の人生の中で一番の修羅場と復讐。ドキュン返しかもしれないし結構よくある話。私は小学校5年生の時からいじめられてたんだよね。死ねとかキモいとか〇〇勤務とかの悪口は日常茶飯事。上靴がないと思ったら校庭の砂場に埋められてたり。それでも親友が言い返してくれた。情けないことにこの時私は何もできなかったけど、6年生になって急にその親友が親の都合で転勤しちゃったんだ。私の味方がいなくなっていじめっ子は調子に乗ったのかな、机に落書きされたり階段から突き落とされて捻挫したり。でもその時はいじめられてるって親とか先生に言うのが恥ずかしかったし、親は両方働いてるから迷惑かけたくなかったし。で、ある時親の悪口言われた。もう我慢できなくなって先生に言ったんだよ。〇〇くんたちがこんなことしてきます。って。そしたらさ、やられる側にも問題があるはず。自分が過去に彼らに何かしたんじゃないかみたいなこと言われた。そんなことしてないって言ったら、もう6年生なんだから自分で解決しろ。いちいち人に頼るのはダメな奴がすることだ。やられたのならやり返せばいいじゃないか、だってよ。今はこのクソ教師が、みたいに思えるけど、当時はもう悲しくてショックだった。私はダメな人なの？なんでなんでなんで？みたいな。それで、一時期マジで自殺しようと思って首吊ろうとしたんだよ。私の体重支えきれずに落ちて失敗したんだけどね。すっごい痛みの中なんで私は死のうとしたんだろうって、急に冷静になった。で、復讐開始。今思えば、ここから性格歪んだかもしれない。それからいじめられた、悪口を言われたらメモすることにした。日付、時間、場所、内容。例、2月9日月曜日、9時34分20秒。悪口を言われた。死ねよクズ。これをずっと続けて、小6の1月から復習開始。10月頃から始めたメモは、メモ帳5冊くらい使ったかな？メモに書いた内容を、そっくりそのままやり返した。机とか教科書、ノートの落書きは、やられたように書き、私が言われた悪口をいじめっ子に、そっくりそのまま言い返した。やっと、メモ帳2冊分くらいやり返した時にいじめっ子の親が出てきた。クククク。うちのクズ太郎ちゃんたちが私子にいじめられてるのよ、藤子藤子。って言って職員室に乗り込んできたらしい。クククククク。その時、当然、私は職員室に呼ばれたんだ。でも、最初はわけわかんなかったけど、理由聞いて思わず笑ってしまった。いじめっ子がここまで弱いとは思わなかったわ。クククククク。ゲラゲラ笑う私にいじめっ子親たちが激怒して担任に行って私の親呼んだ。ここから修羅場。私の両親が来たところで話し合い開始。いじめっ子や以下クソや家のクソ太郎ちゃんのノートに落書きがあるんざます。それでクソ太郎ちゃんに聞いたら、お宅のお子さんがやったって。母、本当に？私子？ここでいじめっ子たちニヤニヤしてた。これでまたいじめる口実ができたと思ったのかな。私、うん、クソや、まああなた、よくも、私の可愛いクソ太郎ちゃんに、こんなことを。藤子。担任、私子、先生は、がっかりだ、お前がそんな奴だったなんて。はぁ？何言ってんの？って感じで切れた。私、え？先生がやられたらやり返せって言ったんじゃないですか。クソや、まあ。この後に及んで、先生のせいにするなんて藤子。私、ここでメモ帳を取り出す。私がクソ太郎くんたちにやってきたことは、全部、私がクソ太郎くんたちにやられたことです。私の母、父、いじめっ子たちの母たち、おかーん。担任キョドル。いじめっ子たち顔真っ青。私は、5年生の時からクソ太郎くんたちにいじめられました。それで、今年、我慢の限界だったので、先生に相談したら、略、やり返せ、と言われたので、クソ太郎くんたちにされたことを、そっくりそのままやり返しました。書き忘れ、仕返しして、
一週間くらいでいじめっ子たちが弱っていったんだ。わらわらわらざまあみろわらわらって思った。私、階段からも突き落とされました。上靴も隠されました。死ねと、何回も何回も言われました。母、どういうことでしょうか？クソ親、子供のすることじゃないの藤子。ここで静かに聞いていた私の父が切れた。父、いい加減にしろ。父の迫力にみなしいん。父、まず、私子がしたことは謝ります。申し訳ありませんでした。もう、テーブルに頭ぶつけるんじゃないのってくらい頭下げてる父見て、何かすごく悲しいというか、悔しいというか、頭がごちゃごちゃになった。すると、父が顔を上げて私に一言。父、私子、いくらやられたからって、こんな奴等と同じレベルに下がらんでいい。また、クソ親が藤子ってたが、無視して続ける父。父、先生、私子が、そんな奴だったとは思わなかったとおっしゃいましたが、私先生が、そんなアドバイスしかできないということに、心底がっかりしました。それと、クソ太郎くんたち、いくら子供と言っても、やってはダメなことといいことの区別はできるだろう？クソ親さんたち、あなた方が、自分の子供が大切なのと同じで、私たちも私子が大切なんです、以下略。みたいなことを言ってた。そうすると、クソ親たちが、自分の子供、いじめっ子たちを殴り始めたんだよ。クソ親、まったく。あんたは、私に恥かかせて。とかなんとか言いながら。で、ごっちゃごちゃの修羅場になって、よく覚えてない終了。帰りに、母が、ごめんなさい。お母さんたち私子がいじめられてることに気づけなかった。私子がこんなに追い詰められるまでいじめられてたのに気づけなかった。ごめんね、ごめんね、ってポロポロ泣くんだ。そしたら、もう今まで我慢してたのが全部出てきて、外でギャンギャン泣いた。父を見ると、父も泣きそうな顔で、私の頭を撫でてくれてさ、もう止まんなかった。もう家に帰ってからも、その日は、ずっと泣いてたような気がする。まあ、その日から、私のいじめは終わった。いじめっ子はいじめをしていたということが噂広まって中、高校と軽蔑されてたそうです。ざまあわら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 。いじめっ子に言い返してくれてた親友が今週結婚するので、思い出し書き子。